もやっていい？強くなるためとはいえ、かわいそうね。同情するわ。うるさいな。仕方ないでしょ。こうしないと強くなれないんだから。やっぱり日常でも外させてくれなかったんですね、ご主人。でもなんかその方が色物感があって強く見えるんじゃない？誰が色物じゃい。そもそもだな。ああ、主様。今調整してるんだから動かないでいい。オーラ制度やオーラ技術に関してはそっちだってそこまでできてないだろ。それだけ言うならやってみたらいいんだよ。ですか。それはくね。気配やオーラが似てるとわけわかんないよ。ああ、何その動き。面白いね。うめうめダンス。ああ、もう、いいよ。ちょっと夜風に当たってくる。ああ、パトくん、待ってー。いた。ああ、そっちは壁だって言おうと思ったのに。ああ、これで大会に挑むなんて無謀だ。1回戦どころか予選も厳しいよ。まあまあ、でもこの先勝ち上がるためには必要な技術なんでしょ。なら我慢して頑張らないと。まあ、夜風当たりたいなら吐く。一緒についていってあげなよ。私は明日に向けて今から精神統一してオーラを整えたいから部屋に戻るわね。それじゃあ頑張ってね。私応援してるから。あ、はい。せっかさま何か言いました。いろんな意味で素直ってところだね。そうそう、気にしない気にしない。ほら、あともくよくよせずにさっさと夜風にでも当たって気持ちを切り替えてくる。わかったよ、せっか。なんか、大丈夫なのかな俺。まさか大会前日にだからね、不安になるのも。わかるよ。白は調子どう？ベストコンディションかな。ヘブンズハートやミーエルちゃんには感謝しないと。ミーエルちゃんの色って筋肉の負荷から細胞の質、オーラの流れから何もかも調整して整えてくれるから嘘のように体の調子がいいし。そうだね、俺たちの中に医療特化はいなかったからすごく助かってるよね。じゃあ白も頑張らないとね。でもパトくんも頑張るんだよ。ああ、切り替えていかないとな。白、先に帰っててくれ。俺は少し一人になってから戻るよ。それじゃあお風呂沸かしておくね。どっこいショット。とうとう明日から本番か。世界最強を決める大会。1年前はたったの10しかなかった俺が世界を舞台に戦うんだ。いろんな人が助言をくれた。いろんな人が俺の人生に背中を押してくれた。メディアたちやネルたちが俺のためにいろいろ尽くしてくれた。絶対に恩返ししないとな。パト、そこで何やってるの？何その目隠し。誰かにやられたの？結果、なんでここに？とりあえずこれはいろいろ訳があって事件性はないから安心して。そうなんだ。落ち着かないから落ち着くまでランニングしてたんだ。でも大会前日からパトも厄介な縛りを設けられたものね。そう思うでしょ。でもこれを習得しないと勝てないって言われたからね。仕方ないよ。ねえ、もう一度聞いていい？どうしたの？今でもパトは私を専属神にしたいと思ってる。当たり前だ。じゃあもし、私がメリアちゃんに認められないまま10人の専属神が決まったらどうするの？俺の伴侶になってもらってでもそばにいてもらう。俺はずっと言ってる。メリアは関係ない。専属神は俺の専属神だ。メリアの専属神じゃない。どんなことがあろうと俺が結果を選ばないなんてありえない。たとえ、結果が俺から離れようとしても話す気はさらさらないさ。本当、嬉しいこと言ってくれるわね。目隠しのせいで雰囲気ちょっと台無しだけど。はあ、少し緊張が解けたかも。私から持ちかけた話とはいえ、かなりプレッシャーになっていたんだな。まあ、そこまで言われたら私も頑張らないとだね。せっかく1年間私も自分なりに考えて強くなったんだから。ああ、頑張れ。俺も頑張る。それじゃあ明日も早いし、私はこのまま帰ろうかしらね。一緒に行こうか。って言いたいけど正直この状態で一人で帰れる自信がないから。いいの？久しぶりに愛情をいっぱいもらったから一人で堪能しながら帰るの。パト？不意打ちいい。油断大敵だぞ、パト。この程度もかわせないで勝てると思わないことね。それじゃあまた明日。かわすわけないだろう。やばい。かわいかった。よし、明日から頑張るぞ。すごいね、東京にこんな建物があるなんてね。確か最初はこの大会のためだけに作られた建物なんでしょ。そうそう、耐久性を最も考慮した建物らしくて、世界初の能力戦闘用スタジアムだって。2年前からいろんなステージが用意されていて、そのいかなる環境の中でどううまく戦うかも大事になってくるんだって。科学の力ってすげえ。それを開発したのが、世界的に有名な能力技術研究所の総責任者リオ・カムニバル教授らしいんだって。確か今年は会場内で死んだり、体が木っ端みじんになっても復活できる技術を採用してるらしいよ。へえ、ってことは去年までは死なない程度に手加減されていた戦いってことだったんだね。相手を殺してもいいなら私得意だよ。単純に力加減が下手なだけでしょ。物騒な言い方はやめなよ。そういえば5人とも遅いね。受付ってそんなに時間かかるのかな。ああ、ネルとニエルは観客席にもう移動してるよ。聞いたら今日試合あるのは抽選で選ばれた全32リーグ中の1リーグから8リーグの人までみたいだし。すっごく気合い入れてきたのに試合ないかもなの。ささっと終わらせようよ。無茶言わない。それに観客からしたら1年に一度の最高峰の戦いが見えるお祭りなんだよ。できる限り長い日数かけたいんだよきっと。聞いたら本戦から世界中継らしいよ。あらやだー、お化粧しておかないと。そういうのじゃないし、ソフィア化粧なんかしないだろ。はいパト、これ抽選用紙ね。ありがとう。あれ、みんなはみんな別行動してるみたい。屋台とかも出てるし。メリアちゃんはネルと一緒に会場の選手を観察しないとって言いながら観客席の方に行ったのは知ってるけど。そうか、メリアが情報を集めてくれて助かるよ。とりあえず開会式までここで待ってようよ。そうね。あ、いたいた、おい、パトー。よかったやっと知り合いに会えた。あれ、ことかちゃんはどうしたの。メリアちゃんの隣に置いてきたわ。結構疲れてたから。仕方ないね。結構距離あるし、すごい人混みだし。あ、パト、昨日は暑い夜だったわね。はぁ、あっはぁ、なんでもないよ。そういえばちょっと謝らないといけないことがあってね。え、なに？できちゃった。おい、そういうこと何回ね、パトー。いや、俺にも全く心当たりありませんのことよ。できちゃったとまで言わせておいて心当たりがないだー。分かった、今からパトを殺して私も死ぬ。それでいいわ。やめて、漏れなくメリアとソフィアとアリシアって人が道連れになっちゃう。私が死んだ後の世界なんか知るか。待って、せっか、ギブ。せっかいい加減やめなさい。できちゃったってそういう意味じゃないから。というかそういう行為やってないから。そうなんだ、ああよかった。大会前にダウンするところだった。じゃあ何ができたのよ。私とパトの従属。昨日夜帰り際にキスしたでしょ。その時に私の中にいた子たち全員覚醒しちゃったらしくて。結論から言うとすっごく強くなって私も実力が底上げ的な。あと、言い分は月下は俺にとって大事な人だ。今はまだでも俺は絶対に月下を専属神にする。だから言い訳はしない。専属神になるための先行投資なら問題ないんだよね。まあいいわ、月下お姉ちゃんなら信用もできるし、あとがここまで言うなら本気だろうし。まあ、内心は私も認めてるし。でも順序は守ってね。事情を知ってるからいいけど、一線を越えるなら専属神になってからだよ。それは守るよ。専属神たちとの約束だからね。まあ、だからちょっとずるしたみたいだから、実力がかなり上がったって報告だけはしておくわ。構わないわよ。それでも私は月下お姉ちゃんを倒すから。ふふ、楽しみにしてるわ。皆さんご静粛にお願いします。お、開会式ね。どうせだから3人で弾きましょう。そうね、今だけはパトの片方貸してあげる。じゃあ遠慮なく。それではただいまから第5回ワールドチャンピオンシップバトルトーナメントの開会式と抽選会を始めます。はぁ、本当にどんどんたくましくなっていくわね、パトったら。もう、ずっと優勢を保とうとしているのに気づいたらずっと心を揺さぶられてる。普段はのほほんとしているのにいざという時はしっかりと気持ちを伝えてくれるギャップがいいのかな。ああ、早く正式に専属神になってずっとそばにいたいな。いつかやるとは思うたがまさかしょっぱなからやるとはのう。関、どうしたの？月下よ、なぜわらわがこのように進化したか覚えておるかのう。それは1年前私がパトにキスをしたからでしょ。そうじゃあ先ほど月下がパトボーとキスをしたらわしら旧騎紳士はどうなると思うかのう。気づいたか、しっかりみんな極限進化しておるぞ。みんな若いからのう、容姿はほとんど変わっておらんが、ポテンシャルや能力の質、種族がガラッと変わっておる。月下よ、同じ過ちを二度するのはどうかと思うのじゃよ。でも、これから先それを気にしてたら何もできないよ。いや、わらわたちも月下の恋路は心の底から応援しておる。じゃがちとこれはフェアじゃないのう。やっぱり行った方がいいかな。パトボーだけには伝えておくのじゃ。今だとまるでパトボーを利用したみたいでムズムズするわい。はい、明日パトに報告します。私とパトの従属ができちゃったって。そうじゃのう、何か違和感があるがあながち間違っておらんからええじゃろう。よし、なら明日できちゃったこと言わないと。何か違和感を感じるんじゃが、まあええかのう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。